さくら住宅街来ました。三つ又のづちとバトルしながら、そうやな、玉を作る必殺技で玉を作るんで、寿司じわじゃない、てんこまの必殺技打ちまくって玉だらけにしようかな。寿司じわ以外はデカプリ作るメンバーにします。てんこまの必殺技打ちたいから、どうしよう、デカプニ作るメンバーたちの必殺技発動しまくって、てんこまのデカプニいっぱい作っていこうかな。もうちょい、必殺技発動します。揚げ天乱舞、めっちゃジューシーの音、これエビ天の玉ですね。あ、まあ、コマさん関係ないんだな、完全にこれエビ天の玉だよね。これで いっぱい必殺技打てるね。これだからさ、てんこまだけにしたらてんこまの必殺技いっぱい打てるんじゃないの、つまりそういうことでしょう。てんこまだらけにして必殺技発動しまくる方法でいこうかな。てんこま以外消しまくる、エビズラ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 、あと1個、はい、てんこまだけになったんで、これで必殺技を一気に発動してですね、てんこまのデカプニを作りまくる。続いて激辛ボーイ、さらに雲外三面鏡、これでてんこまの必殺技いっぱい打てるんちゃう。サイズ13、サイズ20、エビズラどんどん上げていきますせ、天ぷらどんどん上げていきますせ、サイズ12、エビズラ、めっちゃでかい天ぷら一瞬できたね、すごー。でも実際にできる天ぷらは全部同じ大きさだね。っていうことはさ、でかめのプニが天ぷらに変わるとき、めっちゃでかいエビ天ができるってことか。右目、天ぷら揚げます。天ぷら2個出来上がりました。どこの目だ今、大丈夫、危ない、必殺技いきます、ジュワー、まあ、この辺が今回限界かな。三つ又のづちもギリギリだし、今回はここまで。てんこまの必殺技発動しまくって天ぷらめっちゃ作ってみました。こっからは玉をどんどん消していってみよう。ピンは真ん中でどん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 、弾ける弾ける、フィニッシュ。やっぱでっかい天ぷらできた時の感じがやっぱ嬉しいな、面白かったな。お疲れ様でした。